ではカオス前、まあ、通常にやると大体レベル45くらいでカオスのところに来ますね。で普通に倒そうとするとレベル50欲しいんだけど、まあ一旦そのまま行ってみましょう。で並び替えはしてあります。ヒットポイントの一番高いナンバー2が先頭に来てます。600とかね、マジでヒットポイント高いんだけど、なんで150くらい今回差がついてるよね。とはいえ倒すつもりでは行く。セーバーをかけてヘイストかけて、そう入れ替えしたから4がここに来てた。ヘイストかけられる。で巨人はかけておこう。待って、攻撃役1番だ、間違えた、危ね。攻撃役が1番だから、まず自分は最大1ポイント上げる。で力はだって入れときたいでしょ。で自分はセーバー使うでしょ。でこいつがヘイストだ。津波200か、本当に厳しいよな。これマジで強化に時間かけすぎると結構厳しくなるからね。でねハイポーションまでしかないんだよね今回。エクスポーションを手に入れることができなかった。で2ヒット631、早速死んだか。巨人の薬を使ったけど間に合わなかった。てか防御力がそんなに高くない言うほど。でこれも死者が出ると死者を立て直すのが相当厳しいからね。で力だな。で意味あるかどうかは分からんけど、ハイポ獲得。いや遅かった、食らった。334、まあ、死にはしなかった。でどうするよ、ハイポーションっていうかもうまたエリクサーをかけないと持っていけないよね。でハイポ攻撃、ハイポだな。16と1500か、まあ428ギリギリ残った。でナンバー2をどう回復させるか。でナンバー1は乗ったから、ハイポハイポ攻撃、ハイポだな。ギャーとはいえ立て直しができたと考えればまあよしとするか。1000は超えるね、安定して。もうちょいダメージが欲しい。で回復、ヒットポイントはもう常に高めに保っておこう。でここはいけるな、力が。プロテストリンクをかけておくべきか。で攻撃でハイポブリザーガン264、2000いったね。ここはハイポーション、ただどうしてもきつい。3のヒットポイントがまずいな。で4もまあまずいから、で力を思いっきり、いや2000いけばいいか。回復が優先だな。3が276は耐えるはず。235でハイポーションは2つかかってるから大丈夫。で368は攻撃を食らったらマジで死ぬからな。とはいえ逆だった、757だった。終わってんだけど。やっぱヒットポイントの底上げも必要だよな。とりあえず3に集中させよう。まあいい、しょうがない。こうの。ここでフェニックスが入って、回復をする。結構やばいけどね。体勢的には相当やばい。もうマイナスだからな、やっぱエクスポーションがないときつい。またヘイストかよ。これ重ねがけ意味あんの？意味なければ、本当に。ターンの無駄で、とはいえ攻撃にはやっぱ転じなければいけない。そのための準備がまた必要だ。い
やるしかない今。ちょっと待って、さすがに276は無理だな。うおー、ヘイストがかからない、力オンリーか。力一発でどれだけよ、自分にヘイストかけよう。うわ、もう攻撃きつすぎる。2人死亡したのはちょっとまずいな。1人ずつ蘇らしてこい。729全体が来たらラスローだけど、ラスローは対策が立てられる。これもエリクサー使おう、最後のエリクサー2つしかないからね。でヘイスト、力がかかってるから一応戻しておく。ちょっとここは死んだ、まあしょうがない。ただこれに攻撃に転ずることができる。ヘイスト、どうなってんだこいつ。もう絶対攻撃には耐えられんぞこれ。800かー、もうエリクサないしね。攻撃はしておこう。ブリザーか、これはもう死んだね。1000いかないからね、やっぱり全然ダメだ。はい、ダメ元でフェニックスで2人蘇らせる。こうしたら全体攻撃が来たら終わるんだよ。全体攻撃じゃなくても終わるからな。やべ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 、たかだか150回復したところでどうにもならん。ただあがく、あらがえ、自分の運命に死する運命にあらがえ。プリンだ、ラでも今きついんだよ。このヒットポイント2人死者が出るともう無理だなこれ。いや、あがくよ、でも。ちょっと回復しておいて。だってこれ普通に攻撃していくつなの？竜巻、これ終わったな。竜巻は終わった。レベル上げは必要だ、やっぱり。では、強化後のステータスになります。レベルは54まで上げました。まあ、ナイトとモンクに比べればちょっと高めにはなってます。で、壁役とアタッカーは特に変わらず、ナンバー2が壁役でヒットポイントは733、かなり高い。ナンバー3、一番下のナンバー3が573だからね、だいぶ差がついてるね。ほんと一番差がついてるジョブちゃん今のところって言ってもまだ半分くらいしかやってないけどね。で、ナンバー1がアタッカーなのは変わらずです。軽くステータスを見ていきますか。293424、まあ、力素早さ体力だから、ナンバー、ちょっと待って、4が壁役なんだっけ、違う、ナンバー2が壁役、体力は高めの方がいいんだけど、24、他20だな。なんか知んないけど、あ、やっぱ体力が高いからヒットポイントも上がっていってるのか。でも4くらいの差ってどうなんだろう。まあちょっと分かんない。まあ一応そんな感じです。2戦目でヒットポイント733あるんだけど、巨人の薬をどうするか、733でやりきるか、いや上げておこう。でナンバー2はヘイストでセイバーをかけて、で巨人、どうしても初手で巨人じゃなくて力の薬が対して入らないのが厳しいとこだよね。一体いきなり食らったよ。318か、まあまあまあいいでしょう。で300食らったってことはハイポを2つ投入したいよね。933、まあ、いいところにはなってる。でまだもうちょっと来たよ。で巨人のコテからの力の薬だ、これで4つ分になってるはずなんで、セーバー、あとナンバーワンにプロテスをかけるかどうか。竜巻、これはもう3人回復に入ろう。全員150オーバーだからね、ダメージ食らってんのが。で3は生かしておきたい。でこいつは攻撃に入る。で4はちょっと体勢の問題から自分を回復させる。16人1400、悪くない。痛い、500は食らね。回復させといて正解だったな。た
ただ次竜巻とかを食らうとちょっとまずいんで、ハイポを集中させよう。3はマジで起こしたくない。早い段階でウリザンガン175、耐えられるはずだ。 120OK、 ここでハイポが3つ入るんで、ナンバー3というかナンバー1なんだけど、もうごっちゃになるのは本当に申し訳ない。上から順番にいきます。ナンバー3はこれで一目で500に行ったんで大丈夫。あと2と4が少しヤバめだな。自分を回復させよう。で攻撃、そうだな、竜巻268は残るよね。これ耐性関係ないはずなんで228大丈夫だ。でそうするとまたちょっと厳しいな。ハイポーションの回復量だけだとどうにもならないからな。でナンバー1は大丈夫で攻撃はするでしょ。3はもうここでいこう。竜巻だ、死んだな。3が死んだな。で2と1 1ってこいつね、攻撃役で。そうするとエリクサ投入するか。1個でハイポーション、ハイポーション、ここは回復回にしよう。危険すぎる。痛い。400、まずい。でこうのこう、まあまあ生き返らなかったらしょうがない。ラスローはミス。よし、でエリクサ残ってるんで使ってないから。でハイポーションちょっと回復回だな。手数は多い方がいいから蘇らせておく。先手よし。まあ、3は最悪死んでもしょうがない。ラスロー2か、問題ない問題ない。でかといってエリクサここで使っちゃうのはもったいないんで、ハイポーション3連続で忍び切る。もう1個入ってくれれば、まあ、竜巻とか来ても大丈夫。よし OKOKOK、 とりあえずなんとか持ち直した。やっぱエクスポーション欲しいよな。よしラスロー来たか、これはかなりでかいな。プロテスドリンクを2つ入れておくか。で攻撃で回復でちょっと全開の方まで持ってこう。振りたるか240か、一番下めちゃくちゃ食らうな。ただこれで3はもうほぼまた大丈夫で、こうのこうの攻撃のこう。よしプロテス入ってるから297、だいぶ減ってんな。 OKOKOK、 これで2番目が大丈夫。で1に2つ入れたいんでこうだな。エクスポーションかな。よしラスローはマジで3番目に入らない限りはスーパーボーナスタイムだからな。今回かなり出れている。ちょっと序盤が苦戦したけど、でだいぶ持ち直したんでプロテスをかけられるな。でさらにちょっと1回だけ力の薬入れておこう。じゃあ2回入れられるか。巨人をどうするかだな。この時に巨人を入れておくのはありなんだよな。回復で巨人をやっぱ入れよう。で攻撃でハイポ、早かったか。竜巻がね全員200オーバーだからこれなかなかにきついんだよね。でハイポハイポ攻撃ハイポだな。で150で480、ちょっと危険水域ではある。きたーヘイスト、きたけどまあ3番目が落ちない限りは大丈夫だと信じたい。3番目を強化していくのもありだったな。2番目、660に死んだ。前回ああ倒したか。まあまあまあこれくらいであれば
悪くはない戦いだった。というわけで、シーフ忍者編いかがだったでしょうか。まあ、思ってたよりねシーフが強かったんで、序盤もね大して苦労することなくいけました。まあ、それなりに苦労はしたけど、これファミコン版だったらマジ終わってる編成だから、まあ、そこら辺はやっぱりピクセルリマスター、まあ、あの過去のねリメイク動画とかでもあのシーフはだいぶ見直されてるんで強いですね。で忍者になってからが、まあ、装備できる、ね、武器と防具がめちゃくちゃ増えるんで相当使いやすくなる。その忍者っていう特性はあんまりないんだけど、ただ素早さが速いっていうだけ。あとレベル上げしてた時とかもあの素早さ速いんで結構先手が取れるんで、あの先にねあの殲滅できるんでレベル上げは割と楽だったね。あの戦士とかってやっぱり敵が全部攻撃し終わってからこっちの攻撃に入るんで基本レベル上げとかちょっと時間がかかりましたけれども、シーフに関しては、まあ、レベル上げが早かったというところがあります。で素早さが速いんで攻撃回数が多いっていうのも、まあ、結構この作品に関してはアドバンテージではあると思うので、まあ、火力は出せる、職種だと思います。まあ、結構だから、戦士がねやっぱり全体的に強いっていうのはあるんだけど、差別化は今のところ戦士系はあのきちんとされていると思います。戦士系ってあのアタッカーね、あの戦士ナイトとシーフ忍者とモンクスーパーモンクで、モンクスーパーモンクはやっぱり耐久力が低い代わりに火力がめちゃくちゃ高いという感じですね。というわけでとりあえずアタッカー系が、3人終わりましたので、まあ、次回はちょっと赤魔同士かなやっていきたいと思います。そんなわけで、ファイナルファンタジー1ピクセルリマスタージョブ別攻略、シーフ忍者編はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。